オリエンタルラジオの中田敦彦41が22日までに YouTube チャンネルを更新育休から約4ヶ月ぶりに活動を再開すると報告した写真昨年末に誕生した中田敦彦の第3子となる次男中田は昨年末に第3子となる次男が誕生し育児のためにメインチャンネル中田敦彦の YouTube 大学の更新をストップしていたが もう間もなく4ヶ月ぶりに YouTube 大学再開しようと思いますと宣言した。第1、西が生まれた当時は売れっ子タレントとしてテレビのレギュラー番組を複数抱えて多忙だったことから、全く乳幼児の時の子育てに参加できず、非常に心苦しい思いをしていたというか、非常に大変な思いを妻にさせてしまった、と後悔していたという。活動の場をネットに移してからも、 人気ユーチューバーとして活躍してきたが、第三子の誕生に際し、妻でタレントの福田萌えから、もういいんじゃない。と仕事を制限するように促され、確かに、もう何のために仕事をしているのかがわからない。よく家族の生活を支えるためにとか、いろんな言い方があるけど、妻にもうやりすぎ、仕事と言われ、何のためにやっていたんだっけって、わからなくなっちゃって。 もう良いんじゃないか、早いけど引退なんじゃないかって、そういう気持ちにもなりましたと一時は引退も考えたことを明かした。その後は育児と家事に専念してきたが、ふとした瞬間に、どうしても喋りたい、との思いが再び頭をもたげ、活動再開を決意。YouTube 大学での授業ができないように捨てていたというスーツを買い直したという。妻からは、 育休4ヶ月ありがとうと感謝の言葉をかけられたといい、本当に嬉しかったと中田。世の仕事人の皆さん、育休なんて取ったら職場での立場なくなっちゃうよって思っていらっしゃる方もいるかもしれません。職場によってはそうなのかもしれない。でも私は私で視聴者に登録外されちゃうよ、忘れられちゃうよという気持ちもあったんですけど、今になってよかったなと思う。 恥ずかしながら初めて料理も作ったし、これからもやり続けようと思いますし、本当に勉強になりました。そして自分が何のために仕事をするのか、改めて考えることができたと語った。中田と福田は12年に結婚し、翌13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。23年12月に第3子次男誕生を報告していた。